起きてよ。まだ死んじゃダメなんだ。やってもらうことがある。ここはどこなんだ。どうなってる。ようやく起きたの、寝ぼすけさん。夕食の時間だよ。なんだ、誰だお前らは。ミアはどこだ。食べな、おいしいんだから。このバカには何言ったって分かりゃしねえ。ルーカス、何やってんだい。何すんだよ、あんた。勘弁しろよ、親父。あいどげ曲がると。好き嫌いはいかんぞ。夕食はちゃんと食わんとな。さあ食うんだ。ちゃんと食わんといかんぞ。食えよ、ほら食うんだよ。なんだいこのクソ野郎が。吐きやがったよ、ジャック。これさ、おい、うるせえぞ、バルト。せっかく作ってやったってのに。ああ、なんだい、ふざけやがって。あのクソ野郎許さないよ。せっかく私が作ってやったのに。吐きやがって。こいつは我が家にはとっておきのごちそうでな。わかるか。さあ行くぞ。クソ、邪魔しやがって。またあの札が来やがったんだ。こんな時にクソが。すぐ戻ってくるからな。
く行きやがった。楽しくてやめられねえな。すぐに見つけてやるからな。で、見つけた後はまだディナーが終わってないのに出ていくつもりか。やったね、イーサン。ゾイだな。あいつらは一体何なんだ。知りたくなかったら黙って聞いて。その屋敷から出ないとメインホールから出られるかも。分かった。あと腕のはコデックスっていうの、なくさないで。大事なものだよ。you
開けてくれ。おい、こっちだ。おい、頼む、助けてくれ。ちょっと落ち着いて。あんた、ここの人間なのか？つまりこの家に住んでるのか？俺が？そうじゃない、違う。そうか、実はこの辺りで失踪事件があったと通報を受けてね。それどころじゃない、ここから出たいんだ。まあ落ち着けって。俺の話を聞いてくれ。この家のイカれた奴らに殺されそうなんだ。そうか、じゃあ言わせてもらうが、そういうあんたこそあんまりまともな人間には見えないぞ。ふざけないでくれ。いいか、さっきも言ったが、この辺りで失踪事件が頻発してるんだ。疑ってるわけじゃないが、あんたみたいなよそ者が関わってないともまだ言い切れないからな。分かったよ、何でも話すから。よし、分かればいいんだ。じゃあガレージがあるだろう、そこで話そう。待ってくれ、その銃を貸してくれ。あんたどうかしてるんじゃないか。なあ、保安官。保安官補佐だ。保安官補佐、どっちがいい？俺を新聞の死亡記事で見るか、助けて一躍ヒーローになるか。ポケットナイフだって。ああ、持っていけ、これで十分だ。ほら、さっさとガレージへ行け、今すぐ。ナイフでどうしろってんだ。おい、こんなとこ早く出よう。いいか、まずこんな夜中に一人で何をしてるのか説明しろ。俺が？あんたもだろ。俺は仕事だ。いいか、本当のことを話すんだ。質問に答えろ。言っても信じるわけないさ。答えろ。おい、シャッターを閉めるな。やめろ。待って、閉めるんじゃない。よせ。お前もここで殺してやるとしよう。使い方は分かるのか？ウフー、いいぜ。あいい車持ってるじゃないか。どこで売ってる？もう終わりにしよう、俺たちで。おー、いいね、一緒にドライブを楽しもうぜ。おい、何してる。やめろやめろ。おいおい、何しやがる、どうしてくれる。
いいか、しっかり見ておけよ。今から面白いものを見せてやる。マジかよ。いじめられた？父親なのか？昔はね。残念だが、やつはもう死んだ。あんたならできるかもね。え？何のことだ？やってもらいたいことがあるんだけど、今は話せない。鍵がいるかもしれないけど、とにかくこの屋敷から出て。分かった。また連絡する。
いいさ、もしこれを見たらもう私が何を言っても信じてもらえないだろうけど、あんなことがあったし、ひどいことをした。でもこれだけは信じて、あれは私じゃないの。何が起きたのかは分からないけど、伝えたいことがたくさんあるのよ。そこにいたのかい。肝を冷やしたじゃないか、お嬢ちゃん。また捕まるわけにはいかない。ママ、こっちだ。いい加減にしたらどうだい。これ以上あんたの遊びに付き合うのはもううんざりだよ。お嬢ちゃん、隠れなきゃ、隠れなきゃ。どうして私を困らせようとするんだい。一体何が気に入らないって言うんだ。家に招き入れてやって、食事まで与えた。どうしてこそこそ逃げ回るのさ。いいかい、この力は授かり物だよ。この家ではね、あんたには想像もつかないようなことがたくさん起こった。あんたは何も分かっちゃいない。それともただ興味がないだけかい？ゾイと何か企んでるんだろ？グルだって分かってるんだよ。イーサンってやつに何をさせる気か知ってるんだよ。お前なんか虫の餌にして、残りの肉を庭の肥料にしてやるよ。我が家に迎え入れたのに、心から歓迎したのに、そのお返しがこれかい。
あの子はね、お前を愛してて家族になってほしいって。それなのに、あー、じっとしてな。本当に悪い子だね。あの子はね、お前を愛してて家族になってほしいって。それなのに、お前は、お前はおとなしくあの子の力を受け取ればいいんだよ。どうしてそれがわからないのさ、うん、私たちを受け入れろ。あんたは何一つ分かっちゃいない。ダメダメ、そんなの許さない。そうやって関係ないふりしたってダメなんだからね。どこにも逃げられやしないよ、お嬢ちゃん。どこへ行くつもりだい。ミア、どうなってるんだ。